愛川駅は、茨城県日立市国分町にあった日立、電鉄日立電鉄線の駅である。道線の終着駅であった。島式ホーム一面二線を持つ、交換可能な地上駅で、開業当初から、廃止島で有人駅であった。日立電鉄線の終着駅で、構内に留置線、列車線車台なども有していた。直営駅として営業されていたが、 駅員配置時間は限られ、平日は7時から9時40分及び15時50分から19時までで土曜日と休日は駅員の配置はなかった。相川駅から日立方面への路線が延伸される予定があったことから、校内の線路がプラットホームより日立方面へさらに奥へと数百メートル先まで伸びており、 その線路の途中にある踏切までは留置線として使用された。駅舎は鉄筋コンクリート造りの小さなもので自動券売機が1台設置されてあり、駅員無配置時間帯でも乗車券の購入ができた。そのため乗車駅証明書発行機の設置はなかった。地理的には JR 東日本常磐線の日立田が日立間の線路の脇に位置し、 常磐線の駅とは線路を挟んで反対の海側に駅舎があった。駅舎がある位置から JR 常磐線の線路を渡って対面側に鮎川集落が開けていることから校内を移動するときは駅舎を通らずともホームから鮎川集落に方面へと直接行ける構造となっていた。2006年9月中旬に駅舎が解体され現在は面影もない。 ただし駅跡地のすぐ脇にある上磐線の踏切名は鮎川駅前踏切のままである。ありがとうございます。